どうも赤星赤星瀬尾赤星ましましてお願いします。ラーメン舞台は大塚天さんということでね、私2回目の方もおっとっとっとね、すごいリアクションをやっておりますけども、行ってまいりましたね。JR 大塚駅にあるんですね、はい、で、舞台は大塚天さんといえばですね、あの自粛期間中にですね、はい、麺のセットをいただいて、そう、ありがたい、我々はすごい助かったという、ありがたい、大量にね、そうなんですよ、はい、いただきましたね。なので行きたくて動かなかったということでようやく行けたということですね。はい、今日メニューはラーメン印つけ麺、まあ、ミニ大、小豚量調節などなど、まあいろいろねこうあるんですけども、うんうん、ね、今回ね私が挑みたかったものといえばね、うん、これなんですよ、冷やし中華なんですね。あ、始めましたね。そうなんですよ。で、これまあ、後ほど頼み方とか説明していきますけども、はい、まずはちょっと着丼ビーバーね、このような形になっております。豚山ですね。そう、まさに150円をね添えて冷やしにしてくださいって言うんですね。あ、なるほど。そう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 、で、小の豚を頼んでて5枚入ってますね。豚は豚5枚入ってます、ね、そしてコールにはガリマヨがね、あ、いいね、冷やしならでは、そうなんですよ、含まれる。これガリマヨ抜きとかはねもう意味ないと思う、僕、まあ、絶対入れた方がいいね。で、なんと冷やしを提供してるのは豚山さんの中でも大塚だけということで、ぜひともね、あの大塚店行った際は冷やしを頼んでみてください。なるほどね、だからいきます。いや、もぎゅうもぎゅう豚ですね。やっぱり豚山さんといえば、そうっすね、そうっすよね、今回赤崎さんも言ってますね、はい、はい、別メニューをね、頼んでますけど、もぎゅもぎゅでした、もぎゅう豚です、もぎゅもぎゅでしたね、もぎゅう豚、そこ一致してます、はい、マヨ豚にしたりしてもいいですね、ということですね、うん、はい。で、フライドオニオン油なんですけども、カリカリプルプル同時に噛み締める食感、めっちゃ美味しかったこれ。なるほど、カリプルです、まさに。さあ、そしていっちゃいましょう。千切りキャベツ、赤いお野菜、そうなんですよ、冷やしですね、いろいろなお野菜が入っていて楽しいんですね、まあ、全部キャベツだと思うんですけどね、キャベツかな、紫も、あ、はい、あ、そっか、まあ、見た感じは、はい、そうですね、で、豚巻き野菜なんてのしたりね、あ、やっぱね、豚たくさんあるから、ガリマヨが結構中まで入ってきてるんでね、うん、ガリマヨサラダみたいな感じでもどんどん食べられます、一気に野菜いきますね、もうね、そうなんですよ、ここで、お、給水器をね誰かが取りに行ってますが、まあ、俺なんだけど、ね、あ、あなたか、左側にあの紫では初登場じゃないですか。まあそうですね、あんまそこ注目ポイントが、ね、赤い T シャツを合わせたんですか。あ、これはね、たまたまです、これは、あ、たまたまですか、意識してると思われたくはちょっとあれですけど、ないですけど、まあまあまあチームみたいな、赤だから、そうね、なんかね、どっちも赤だからっていうのもある。麺ですか、ミニ125、小は250、大は375ということで、僕は今回小だったんだけど豚足してるんでまあまあの量ですね。そうね、でもう完全に麺じゃん。いや、麺ですよ、もうこれね、パキパキって本当に音がすんの、マジで、もうマジですか、パキパキ麺、骨じゃないですか、骨に近い、え、違う、まあ、そんなもうアルデンテみたいな、骨のきしみとかじゃないですか。そういうことね、違います、麺の音でした、自分の音だったの、麺の音でした、はい、大丈夫でした。さあ、そして今回はなんとニンニクがね、ニンニクちょっとヤバすぎるな、これすごいんで、うん、もう、あ、お、冷やしだったのに、サンダー、もうサンダーなんか、ニンニクサンダーがねすごかったんですよ、もう激辛ニンニクでしたね、ヤバかったね、本当にもう量と辛さ、うん、尋常じゃなくてね、あ、そう、はい、ジャンル違ったね、いや、まあそうね、辛そう、止まっちゃっても、で、汁なしと冷やしの場合はほぼダイレクトにこうかじることになるから、まあ破壊力で言ったらもうラーメンどころじゃないということで、ということで歌山大塚店さん、ニンニク四天王認定です。あ、これね、お店の人に直接言ってて、いや、そうなん、これ四天王になりますって言ったら、うん、あ、はいって、まあそうだよ、そうですね、うん、オフィシャルじゃないし、何がっていう、まあ、後ほど四天王のおさらいもしていきますね、はい、ニンニクレベル100にしました、もう、あ、はい、マシマシレベル 91.2、 おー、素晴らしい、ということですね、豚山大塚店さんね、いや、まあ言って僕豚山さんってまだ大塚しか行ってないんですよ。あ、そうなんですか、いくつかね、店舗あるんですけどね、いくつかあるんだけども、うん、大船とか中野にもあるのかな、うん、今、いろいろあるんですけども、ちょっと大塚店さんすごいお世話になってるんでね、行っちゃいますけどもね、うん、冷やしを今回食べて、うん、で、赤崎さんは何を、僕は味噌を、あ、そうだ、頼んでます、これも初ですね、そうだそうだ、で、味噌は確か送ってもらって、ありましたね、あの汁なし
の感じだったかな。あ、そう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 。で、俺がだけが食べたのかな。うん、多分そうですね。あの、独り占めした時ですよね。独り占め。皆さんもぜひ。ゆっ想像しなくてさ、そうですか。というわけで皆さんもね、冷やしやってるのは大塚店さんだけなんで、ぜひとも行きます。この夏にね。この夏に。あ、そうですね、やっぱり。ゴッタンです。